どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い41から問い50までの解説を始めていきたいと思います。過去問についてはですね、下の概要欄からですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは皆さん準備は大丈夫でしょうか？早速始めていきましょう。では、問い41番です。次の表は、ある概要時出用薬に含まれている成分の一覧であるということで、それぞれですね、いろんな成分ありますね。その中で、記述の成分について正しい組み合わせはどれかという内容です。はい、こちら答えはですね、5番が正解となります。5番ですね。はい。じゃあ順番にちょっと見ていきます。まずは A は誤りですね。リドカインは局所の感染を防止、殺菌消毒成分ですよとありますけど、リドカインは局所麻酔成分でしたね。はい、ということでこちらね、ホワイトボードにもちょっと書かせていただきました。リドカインね、なんとかカインとついておりますよね。なのでなんとかカインとつくものに関しては局所麻酔成分というところでね、皆さん記憶しておいていただきたいと思います。はい、そして次行きましょう。B ですね。テトラヒロドロイン。これはですね、正解。アドレナリン作動成分となりますので、正解となりますね。はい、それから C です。クロルヘキシジンはですね、肛門部の、ね、治癒を目的として、ということで、これ違いますよね。クロルヘキシジンは、抗ヒスタミン成分ですよね。クロルヘキシジンは、抗ヒスタミン成分なので、C の内容は誤りとなります。はい、それから D は、アラントインは、かゆみ、ね、痛みとかかゆみを和らげる目的、ね。違いますよね。アラントインというのは、ね、肛門部のね、治癒とかを目的としておりますので、なので、このあたりですね、B のところも違いますよね。はい、ということで、こちら、答えはですね、5番が正解となりました。はい、じゃあ次見ていきましょう。問い42番です。次の内服アレルギー用薬に配合される成分のうち、抗ヒスタミン成分ではないものの組み合わせはどれかということで、ここ気をつけましょう。はい、答えはですね、2番が正解となります。A と C が正解ですね。A と C が抗ヒスタミン成分じゃないんですよ。ヨウ化イソプロパミド。ね、こちらにも書かせていただきました。ヨウ化イソプロパミドは抗コリン成分でしたね。あー、そうだったーとね、忘れがちになっちゃいますので、しっかりと押さえておきましょう。はい、そしてブロメラインですね。こちらブロメラインはですね、例えば風邪薬のところでもね、ブロメライン抗炎症成分とかね、出てきたと思いますので、ああそうだったなというところね、大丈夫ですよね、皆さんね、こうああそうだったなとね、それがね、ちゃんと抑えられていればね、皆さんの頭の中に入ってるってことですから、あとはそれをね、どうやって引き出すかっていうところがね、過去問のトレーニングをする、要はアウトプットするっていうところがね、すごくね、こうなかなか出しづらいので、皆さんね、ぜひぜひそれは繰り返しやればね、必ず出るようになりますから、頑張りましょうね。はい、ということで問い42は2番が正解となりました。では次、問い43番。婦人薬として使用されている漢方処方製剤に関するものであるということで、正しいものはどれかということで、こちら内容ちょっと見ていきます。体力中等度では皮膚はカサカサして色ツヤが悪くのぼせるもののということで、月経不順とかいろいろ書いてありますね。皮膚カサカサしてのぼせてます。この人はですね、すごく体熱いんですよ。のぼせてますから。それから皮膚カサカサしちゃってますので、要はね、熱がものすごくね、高いので、この皮膚の部分の水分がどんどん蒸発しちゃってるんですよ。蒸発しちゃってるから、どんどんカサカサしちゃいますので、なので、漢方処方としてはですね、のぼせるとかね、カサカサ、特に熱を取り除いてくれることがね、すごく得意なものを使っていただくといいかなと思います。はい、じゃあ中で見ていきますと、こちらはですね、問い43は3番が正解となります。はい、運泉院ですね。温かいのを清らかにする飲み物と書いてありますね。はい、なので、こちらはですね、温めるんではなく、冷やす働きがあるのが運泉院となりますので、運泉院ね、特に女性疾患とかに使っていく、冷やす能力があるね、漢方処方だったと思いますので、ここ3番しっかりと確認しておきましょう。はい、ということで次に行きましょう。今度は問い44番です。
鼻炎用点鼻薬の配合成分に関するものであると、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、5番が正解となります。問44は5番が正解ですね。はい、A はナファゾリンはヒスタミンの働きを抑える作用を示しますよと書いてありますね。ナファゾリン、ね、ここにも書かせていただきました。ナファゾリンはアドレナリン作動成分となります。なので、アドレナリン、ね、ナファゾリン、ね、そうですよね。なんかね、リン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 、可愛らしいですよね。はい、ということで、そんなね、つながりで抑えていただくとちょっと覚えやすいかなと思います。もちろん、アドレナリン作動成分なんとかリンってつかないやつもありますよ。ね、でも、そんなところちょっとヒントにしていただくといいのかなと思います。はい、ということで A は誤りですね。はい、そして B と C は正解。それから D ですね。D はクロモグリク酸ナトリウムはアレルギー性ではない鼻炎や副鼻腔炎に対しても有効である無効です。はい、ね、クロモグリク酸ナトリウムというのはこれはヒスタミンの有利を抑えていくものにとなりますので、アレルギー性のね、ところでヒスタミンね関係してきますので、そのアレルギー性でないものはですね無効となってしまいますので、 D は誤りということで、問い44は5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い45番です。はい、点眼薬の使用にあたっての一般的な注意に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかという問題です。はい、答えはですねこちら3番が正解となります。3番、 B が違いますね。結膜脳内に行き渡らせることにより効果が増すため、一度に何滴も点眼しましょうというところでね、これ点眼薬ね、ガンガン目に入れていけばいいっていうわけじゃなかったですよね。なので一度に何滴も点眼するというところは誤りとなりますので、一滴で十分でしたよね。はい、なので B は誤りですということで、問い45番は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い46番です。眼科用薬及びその配合成分に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかというところで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、そして B ですね。B が誤りですね。結膜や角膜の乾燥を防ぐことを目的として、放酸が配合されているということで、はい、放酸というのは、これは、防腐剤の目的、まあ、抗菌作用とかがあるので、そんな目的で使っていくのが放散です。なので、角膜の乾燥とかを防ぐものは、例えばコンドロイチンとか、そういったものがですね、該当してきますので、こちら B はですね、誤りとなります。はい、ということで、問46は3番が正解となりました。はい、では次問47番行きましょう。眼科用薬の配合成分に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら問47は2番が正解となります。はい、2番なんですけど、A と C が正解ですね。なので、じゃあ B はアズレンスルコン酸ナトリウムは、結膜や角膜の乾燥を防ぐことを目的として違いますね。アズレンスルホン酸ナトリウム水溶性アズレンはちょっとここにも書かせていただきました。抗炎症作用とか組織修復作用とかね、そんな働きがありますので、ここのところ間違えないようにしておきましょう。はい、ということで B 誤り。それから D ですね。ビタミン B6 は、視細胞が光を感受する反応に関与していることからということで、目のところに関与しますよねとかって言ってるんですけど、それ違いますよね。これビタミン B6 ではなくビタミン A の記述になります。ビタミン A ですね。ビタミン A の記述となりますので、そこのところ違いますね。はい、なので、こちら2番の A と C が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い48番です。傷薬などの殺菌消毒成分に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、問い48は4番が正解となります。4番ですね。はい、こちら A が違いますね。アクリノールは、ね、アクリノールってなんかね、黄色く着色しちゃうものでしたよね。はい、で、そのアクリノールは、心筋、結核菌及びウイルスに対して、要は全部に使えるよね、とかっていうような感じで書いてありますけど、まあ、一般細菌にはとか書いてないですね。で、アクリノールは、
般細菌のみです。アクリノールは一般細菌のみに使っていくこととなりますので、心筋、結核菌、ウイルスはね、無効となりますから、は誤り。ということで、こちら問48は4番が正解となりました。はい、では次、問49番。一般的な、損傷への対応に関する以下の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、4番が正解となります。問49は4番が正解ですね。はい、こちら C が違いますね。やけどとかですね、それから水泡は直ちに、滅菌した器具で、ね、破り、内容物を取り除く必要がありますよ、という、ね、これ違いますよね。直ちにね、こうしちゃいますと、また細菌とか入ってしまって、可能してしまうことがありますので、そのような処置はですね、ご自身でやることは一般的なね、対応としてはね、好ましくありませんので、C は誤りとなります。ということで、こちら4番が正解となりました。はい、じゃあ次行きましょう。問い50番です。はい、歯槽膿漏薬に、の配合成分とその配合目的の組み合わせと、組み合わせの成分について正しいものはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番、ということは B が違いますね。腸自由なんですけど、歯周組織からの出血を抑えますよということで、出血を抑えることが目的ではございません。腸自由に関しては殺菌消毒だったりとか、あとはですね、抗炎症作用とかそんな働きがございますので、こちら B は誤りとなります。ということで、問い50は1番が正解となりました。はい、ということでここまで皆さん大丈夫だったでしょうか？ね、第3章ね、やっぱり難しいですよね。でも基本的なところを抑えているところがね、多いですので、ぜひぜひですね、復習しっかりとしておきましょう。はい、ここまで動画がいいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アット登録していただきますと、試験情報だったりとか、あと石川と直接ね、やり取りすることも、質問とか受けることもできますので、ぜひぜひですね、ご登録いただければと思います。無料となりますのでね、ご利用ください。はい、ということで本日も誠にありがとうございました。